クラブ G をご覧の皆さん、こんにちは。マテンロオペラのキーボードのあやめです。チャームポイントは、いつもふわふわしているところです。会話もそうなんですけど、頭の中もいつもふわふわしています。そういうわけで不思議ちゃんっぽく思われることもたまにあります。昔オリジナルバンドをやりたいって言ってメンバーを集めた時に、一応、ギターとかもちょっと昔やってたんですけど、ギターが2人集まってベースがいてドラムがいてボーカルがいてってことで、これはキーボードがいないじゃないかってことでキーボードをやるようになったのが最初のきっかけでした。でも鍵盤自体は、もっと幼い頃から作曲したくて、鍵盤を自分で勉強したりはしていました。一番かっこいいと思うのはやっぱり自分ですかね。というのも僕は、アーシャを撮ったらそのアーシャを自分のパソコンの壁紙にしています。そしてカメラマンさんもそれを分かってくれていて、僕のために壁紙にちょうどいいような構図で撮ってくれるようになりました。一番カオスなのは、4人、残りのメンバー4人みんなカオスなんですけど、やっぱアンジ君ですかね。アンジ君、僕も B 型なんですけど、アンジ君も B 型で、やっぱり B 型にはカオスな人が多いなと思うことがしばしばあります。最近音楽とは関係ないんですけど、ポケモンをやるようになりました。昔ポケモンが流行ってた時は全然やったことなかったんですけど、最近ブラックとホワイトが出て、買ってしまいました。そしてやってみたら意外と面白くて、この前地下鉄に乗っていたら、で DS やってポケモンやっていたら、すごい小学生の低学年の子供が僕のところに来て、なんかいきなりポケモンの話で降ってきたんで、2人で仲良く会話をしながら電車に乗ってました。これを見てね、みんなも梅雨だくにしてやるぜ。あやめでした。